はい、どうもこんにちは、十三と部屋です。今回は、こちらですね、ブラウンデライトと、これゴールドクレスト、この2色の色見本をやっていきたいと思います。アートプラスで、ゴールドとブラウンのミックスですね、足した色もついでにやっていきたいと思います。また例によってこれですね、白い白髪、はい、こちら毛束に染めていきたいと思います。はい、こんな感じですね。はい、これで、30分流してちょっと色を見ていきたいと思います。これを、3種類やっていきます。ゴールドとブラウン、はい、じゃあ、染まった色ですね。まずブラウンこんな感じです。結構見る場所によって色の出方が結構違って見えるんですけど、もうブラウンでもこのぐらいしっかり染まります。これブラウンです。で次ゴールドがこちら、だいぶ明るいですね。でもまあ入ります。で、ゴールドとブラウンの今回はこれは1対1です。さっきのブラウン単品に比べるとちょっと黄色みがちょっと明るくなる感じですね。はい、BB 系は一切入れずに、ブラウン単品、ゴールド単品、ブラウンとゴールドの1対1がこれ。ちなみに水とパウダーの今回は全部、1対4です。なので、もうちょっと濃いめに出したい場合は1対3、まあ、1対2はあまりおすすめしないですけど、まあ、濃く対比をやっていけばもっと濃くなるし、もうちょっと薄くてもよければ、1対5まで。だそれ以上やるとほとんど入らないです、薄いです。はい、今回こんな感じでブラウンと、ゴールドの色見本ですね、終わりたいと思います。ありがとうございました。